せえ。俺に任せた。死ぬ。この先の天竜は本来なら容赦がある。だが今は同僚たちの球を守って本来なら感謝すべき。あいにく俺たちは反逆者の汚名を着せられている。だが彼らの話を聞いて、容赦が授かったこの剣で彼らの魂に隠れて俺たちの本当の目的を伝えられてきました。分かったぜ、シリュウ。ありがとう、セイヤ。頼んだぜ、シリュウ。ローシアに伝えてくれ。そういえば、シュン、氷河はいないのか。ジェミニの戦闘がアナザーディメンションを放ったけど、氷河は一撃空間に殺された。僕は、どうだ、そう、大丈夫だ、シュン。12球を何としてでも突破しよう。ああ、シリューには通じる。さあ、シリュー、次に進もう。そういえば、シュンリー、どうしたの？俺がデスマスを使っていた。シュンリー、俺がデスマスを落としたって。何だろう？春霊が無事だと教えてくれたか。何がおかしい。いや、なんでもないさ。もう倒したのか、シリュウ。さっきより強くなってないか。おい、シリュウ、さっきは何で笑ったんだ。俺はシリュウと共に戦ってきたけれど、シリュウの口からシュンレイちゃんの名前を聞いたことなんてめったになくってね。そ、いかさん。やっぱりそうか。自分の気持ちに素直になんなきゃ損だぜ。この天秤級の土となれれば本望よ。シリュウ、目が見えるようになってるじゃないか。デスマスクとの戦いで、シリュウの奇跡が起こった。そうか、だがそれだけじゃ。前に出るのは、まだ見えないのかもしれない。一度シュンリーを失った俺の中で、シュンリーの答えが一番だ。本当にこの重力を突破し、シュンリーと見よう。美しい景色を。ここも突破されたとは。天秤級を守りたかった。
巨階級へ入る。もっと先の球で氷河のコスメが一瞬大きく弾けた後消えていくのを感じた。ああ、巨階級から突っ張ったけど、巨巨級と抜けてきたけど、まだ何の手がかりか。そろそろ氷河を示すものが見つけようと思うんだけど。もう日も落ちかけている。一気に突き抜けるぞ。あれが第7の球、天秤球。容姿を守られる場所、足を踏み入れるフィントは今は8人球だけど、正直なこともある。気をつけて進まないと。シリュウ、もう少しで天秤球だぜ。そこまでだ、シリュウ。やはり現れたか。このシリュウには俺の登場に驚いている。俺たちはすでにこのサンクチュアリでブラック戦竜と戦ってきたんだ。そう、今さらブラックドラゴンが出てきたところで驚くには大事だ。それにブラックアンドロダの虫のブラックスワンも登山勝利のサンクチュアリ。お前らブラックセイントたちが乗り込んでいることを教えてくれたからな。ブラック部長には今言葉だ。虫の軽い男はダメだとあれほど言ったのに。天秤級はお前たちに邪魔されてたまるか。どうだ。我々が来たと言うわけじゃないか。一度までいけますって。お前たちエランがおしまいだ。投票を連れてきたのか。そこまで俺たちに勝つかい。ああそうだ。東京に近づけない。東京に近づけたんだ。俺たちは我らを倒す東京の信頼を。東京に近づきアテナを殺すこと。俺たちブラックセイントアテナに恨みを持つ。どこを狙っているんだ。ならば魔王の手を。お前たちをここで倒さねばならん。オダン昇竜派。オダン昇竜派。オダン昇竜派。シリウには封じる。オダン昇竜派。この程度か。ドン。アテナのセイントである俺たちがアテナを狙う奴らに負けるはずがない。